パッと見たんですけど、お、払い戻し、8番でしょ。あと2着3着が気になるんだよね。どうなんでしょう。3番、4番、8番だそうですわ。惜しかった。4と8勝ったかな。けどね、そんなにね、荒れてない様子だったんで、当たってたとしてもあれかな、そこまでかもしれないですね。残念。いやね、焼きそばうまいうまい食ってたんだけどね、カレーどういうことだこの辛さ。おそらく胡椒か。胡椒の辛さでどんどん体がほてってくるし、ジメジメしてて暑いし、酒は進むわ。危ない危ない。これはちゃんと馬がいますね。第10レースか。第10レースも見えないか。第10アルゴノート、アルゴノート買いましたよ。第10レースもね、1番買ったことだけ覚えてます。1番どこに出る分かんないね。いやー、でかいな馬。はい、第10レースが始まるまでに2杯目いきます。10レースもね、おそらく見に行かないですね。大井競馬場に行ったことあるんですけど、大井競馬場の方が川崎競馬場よりおそらく広い。あっちはフードコートっぽくなってたり、もっと広々としてますね。料理のバラエティも豊富で、よかったらね、あちらはね、もう デートスポットとかにもなってるのかもしれないから、ぜひ一度トゥインクルレース行ってみてください。すごい楽しいんで。焼き鳥、さっきネギマが美味しかったね。ネギマ、スイカと、こっち鶏皮買いました。鶏皮うまいかな。鶏皮はね、タレじゃないと俺ちょっと食えないんですね、このグニグニ感。あとある程度カリカリしてないんで。いただきます。カリプニですね。カリプニ、うまいうまい。タレのおかげで食える。あれ、これ第10レースってメインレースかな。人が一気にいなくなった、周りから見ないですけどね。あ、 JRA 交流なんだ。メインですね、おそらく。わかんないけど。はい、10レースラスト。あ、すごいね、抜けてるね。1番のアルゴノートを買ってることだけ覚えてる。1番入った？全然わかんないや。1着が、1着だけ見して。何番？10番か。10番買ってなさそう。はい、第10レースが固くなに席を動こうとしないんですけど、10番買ってましたね。で、1番のアルゴノートがね、なんかアルゴノートって言ってた気がするんですよね。3着に入ってるかな。で、もう1頭がまだ分かんない状況です。すごい緊張してます今。すごい、メインレースが終わった瞬間に人が続々と増えてきましたね。すいません、全然勘違いしてた。10番、7番、12番だって。全然外れてました。11レースが僕が買った最後のレースですね。どうですかこの夜競馬の雰囲気。すごいでしょ。これ、さっきから大井競馬場と比べちゃなんですけど、大井、あ、馬が目の前よ。大井競馬場だとね、もっと雰囲気ですね。このコースの真ん中でバーベキューができたりだとか、もっと広いんで、本当におすすめです。11レースは最後まで見たいと思います。待ちます。
6番騎手56キロ7番ディエゴ・ディアンコ。ちなみに11レースですね、11レース私が勝った馬は2、4、5、6、8、このうちの3頭が、1、2、3着を独占すれば当たりです。またこれも適当に勝ってます。はい、始まります。キュンとする街藤沢杯。始まるぞー、いけ、始まったー。8頭しかいないから今回はね、当たる可能性も高いですよ。そのうち3頭当てればいいから。いやー、いいね、やっぱり夜競馬。迫力すげーわ。こっからは早送りかな。2、4、5、6、8だっけ。見えない。結構後ろね、人が多いっすね。あれ、緊張するな。今は7、5、3、見事に私の馬を避けてる。2、4、5、6、8、あ、5は入ってるんだ。残っててくれ。7はいないでくれ。7はバテてくれ。2来た。2と5。さあどうだ。1から来たよ。はい、こっち来て、はい、ラスト直線。2位だった。5、4、2位だったら当たってた。うわ、まあこれ確定じゃないけど、おそらく確定ですね、このまんま。審議もないし。いやー、3000円かけて全部外しましたね。つまり最終レースでかける。楽しかった。はい、確定。外した。念のためね、念のため。帰ってきた。はい、まだ最終レースもあるんですけど、この辺で引き際も大事なんでやめときます。ちょっと人が映っちゃうから、こっちに。しっかり暗くなりましたね。3000円の出費でしたね。まあ暑くなりました、だいぶ。この後どうしようかな。駅に戻ってもう1杯ぐらい軽く酒でも飲もうかな。駅に戻ります。楽しかった。競馬場から帰路をたどる人々の背中がなんとなく寂しげに見えた。いや、あのね、最近、まあ、中央競馬なんで全然馬の名前とか知らないんですけど、中央競馬でも最近ほとんど馬、有名なのは知ってますけど、有名な馬は知ってますけど、やっぱり競馬はね、最近はもう適当に買うのが一番ですね。あの馬買っとけばよかったとか、そういう感じになっちゃうと
ちょっと熱くなっちゃうのはね、やっぱりギャンブルなので危ないので、毎回1レース多くても1000円で3連服で、馬の名前とか知ってる、まあ、血統じゃあちょっとまだ手羽先来てないですけどやっていきます。